目標は世界ジュニアです。去年この大会で3位、表彰台に上った横井ゆはら。大きな歓声はトリプルアクセルへの期待でもあります。6分間練習で見事決めた大技、笑顔でフリーに向かいます。バーレスク。トリプルアクセル、高さはあったんですけれども挑んできました。惜しかったですね。綺麗に変えました。後半のジャンプ、トリプルルッツ、ダブルアクセル、トリプルトーループ、ダブルトーループ、余裕がありましたね。最後にジャンプという難しい構成、ダブルアクセル、トリプルトーループ、幅回りいい流れでした。トリプルアクセルに挑んでいきました横井ゆはら。この大会での成功はなりませんでしたが、攻めたいと話していたその言葉通り小さくうなずきます。荒川さん、はい、表情を見ていると本人はこうかなりやりきったという思いがあるのかなという気もしますが、そうですね、この試合で滑る緊張感も楽しむような、そんな気持ちが伝わってくるような演技だったと思います、でやはり最初のトリプルアクセルへ挑むときには慎重になってしまいそうなぐらい緊張あったと思うんですけれども、しっかりとスピードを保ったまま勢いよく入っていきましたので、これがまた成功につながる日も近いのではないでしょうか、さてそのトリプルアクセルです。
高さがあって勢いもあったんですけれども、はい、少し着氷する前に傾いてしまったので、はい、バランスを崩してしまいましたね。回転ということで言いますとアンダーローテーションこれはかかってくるかもしれませんね。そうですね、あの飛び上がった方向と実際に着氷してくる向きが、あの、はい、回転が少し足りなかったようにも見えたのでそのあたりはジャッジが見てるカメラでも多分確認されていると思います、ただ6分間練習のあの成功を見ていると成功してくる日も遠くはないという気もしますよね。そうですね、ダイナミックで非常に迫力のあるいいジャンプでしたので自信を持って飛んでいけば成功できると思います、去年この大会で表彰台に上がった横井です。今回は鈴木明子さんの振り付け、このバーレスク持ち前の表現力で引き込んでいきました。この大会で優勝すれば世界ジュニア内定という全日本ジュニアです。そして全日本選手権もこのメンバーの中から選ばれていきます、さらには世界ジュニアへの第一歩という言い方もできます。非常に選手たちにとってはかかっているものが多い大会です。そんな中で今自分の持っている武器を出していった横井ゆはな、フリースケーティング 110.56 という得点です。演技構成点高い得点が出ました。162.84 で現在2位です。